メリヤス編み。前の段の戻り、追い目の鎖の下から縦目の間に針を入れます。糸をかけて引き出します。続けて同じように編みます。息が拾えました。戻り、ダブルフックアフガー編みの場合は追いを編みます。1段編めました。最終段もメリヤス編みで引き抜き止めをするときは、メリヤス編みの目の拾い方をして引き抜きます。棒針編みのメリヤス編みのような模様の編み地になります。